動物園みたいに見んといてやな。ぶっちゃけ本間の驚愕がいいなってそうか、それが本音か。男子校の落成に入ってよかったっていう人。おお、いいね。ホームベースで私キャッチャーだったんで、もう毎日この景色を見ておりました。別に女の子にかっこよく思われたいとかじゃないんですよ。野球が好きだから毎日僕はここで頑張ってました。兵庫県姫路市にある日の本学園高等学校。女子サッカー部はインターハイ優勝5回を誇る強豪です。創立以来ずっと女子校でしたが、去年129年目にして男女共学になりました。全校生徒410人中男子はまだ14人だけで、教室も別々ですが、4月からは新たにコースを増やし、男子の出願者は50人以上いるそうです。共学化を決めた訳とは。男子だから女子だからという部分の性差別とか、そこにやはり真剣に取り組まないと全体社会では成り立っていかないに違うかなと思ってるんです。それにこだわって生徒数が減っていけば自然と私学ですから、学校がもうなくなる可能性もあるよと。男子を入れて学校を存続していくというのがやっぱり同窓生の願いですから。ジェンダーフリーと少子化の時代、生徒数を増やすために生き残りをかけた改革として、共学にする私立の学校が増えているといいます。女子生徒の反応は。びっくりはしましたけど、ああ来るんやみたいな行事とかも男の子もおった方が盛り上がりそう。一期生となった男子生徒は。髪の毛を伸ばしてても受け入れてくれるっていうことで入学、はい、しました。男子か女子のどっちかってやるよりはみんなで一緒にやった方がいいと思います。めちゃくちゃ楽しいですね。文部科学省の調査によると、高等学校の男女共学の数はこの半世紀でおよそ 1.5 倍に。一方、男子校女子校は減少傾向が続いていて、特に男子校は40年前の4分の1にまで減っているのです。大阪市にあります城南学園にやってまいりました。女子校でございます。私男子校なんです、出身が。ちょっともう本当未知なる世界なんですけれども、このね、でも厳しい時代に厳しい状況で、なぜ女子校を貫いていらっしゃるのか、そのあたりを今日は伺いたいと思います。創立以来87年にわたって女子校を続ける城南学園。まず未知なる女子校をちょっと見学させてもらいました。うわ、分かんない。テンションに圧倒されて全然何聞いていいか分からへん。めちゃくちゃ元気やな。女子校の大切さみたいなのを取材しに来たんですけど、女子校でよかったみたいな。制服が可愛い。制服が可愛い。女子校を選んだ理由とかあるんですか。保育コースがあったから。コースで選んだんだ。保育、はい、なるほどな。選んだ理由は学びたい専門コースや入りたい部活があったから、制服が可愛いからなど、女子校だからという声は聞かれませんでしたが、じっくり話を聞くと女子校の魅力が見えてきました。女子校どう、ズバリ。男の子がいたらその男の子関係の揉め事が多いみたいな聞くから。聞くんだ。先に好きになったのにとか。あそんなない分はいいなと思います。前髪って女子って大事なんですよ。で、その共学の子とかその前髪を気にしながらその運動会を楽しまないといけなくて。女子校はもう女子しかおれへんから、その異性とか目気にさずにもう
ガチでできるんで前髪もうバッサーなっても、もう解放って感じです。あと男子がおったらできないそのデリケートな話とかも遠慮なくできるから。そっか、それつまり女性ならでは特有の話とかってこと、はい、あ一方心配な面もあるようです。ほんまに男子と喋らないんで、うん、もう喋れるかなみたいな。へ理想がどん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 高くなっていって恋愛とかもあんまり興味なくなってきます。あ驚愕の友達からは羨ましい話も聞くそうで、恋愛してたらカップルでなんかそう盛り上がったりしてるから、あそれは羨ましいなとは思う。へえ借り物競争でみたいな彼氏みたいな、彼氏に借りに行くしたかったな俺も。よしあしはあるようですが、女子校の現状そして存在意義を校長先生に聞きました。ジェンダーフリーの世の中で、まあ、そういう、まあ、あえて男子校あえて女子校を選ぶという層がまあ減っている。今日もあのカメラ2台で来させてもらってるんですけど、ちょっとお互い撮ってもっていいですか男性カメラマンと女性カメラマンで1年ずつやってて、いやほんまそういう時代やなと思うんですけど、その中で女子校が存在をする意義って、異性の目がないので、うん、まあ、そういう意味ではもう何て言うんですかね、自分をさらけ出して伸び伸びと楽しく学校生活を送っているというのも女子高生の特徴かなというふうに思います。一方で教育の面では、創立当初行われていた女子校特有の生け花や裁縫の授業は今はありません。それでも校長は女性に合った教え方をすることが女子校の存在意義だと考えているそうです。女性はあのコツコツやっていくのが非常に得意なんですね、まあ、本校で言えば女の子にマッチしたそういう教育を心がけている。なるほどね。もちろん人それぞれだと思いますけど、やっぱり概して女の子に合ったやり方男の子に合ったやり方っていうのはあるというふうに現場でお感じということですね。いわゆるダイバーシティということが、うん、まあ、声高に言われる世の中になりましてね、うん、男子校もあり女子校もあり共学校もある、うん、まあ、そういう中から生徒が選択できる、うん、まあ、そういう環境を設定してあげることが、うん、まあ、我々大人がしておくことじゃないかなというふうには思います。なるほど。女子校の存在意義は分かってきましたが、残るはということで男子校にもやってまいりましたよ。こちらです。京都の洛星中学高等学校、私の母校です。久しぶりです。はい、母校、うん、男子校出身なんですけど、ちょっと存在意義が見えなくなっておりますので取材したいと思います。1952年創立の洛星中学高等学校、京都府内の男子校は残り2校となっていて、まさに絶滅の危機状態です。私もこの学校で6年間学び、野球部で青春時代を過ごしました。野球が好きだから毎日僕はここで頑張ってました。キャーキャー言われることもなく。男子校の後輩たちに話を聞きました。なんで落成入ったかから伺っていいですか。まあ、野球と勉強が両立できる学校がいいなと思ってたんで。共学の方がいいかなとか思わなかったですか。いやその辺のリスクはちょっと感じてましたけど、まあでもその分何も考えんと自由に自分のそのままでおれるかなと思って。魅力ありますか、男子校の魅力っていうか。まあ、下ネタじゃないんですけど、なんていうか、まあ、そういう感じの話題も通して、ね、上ともつながりやすいかなっていうのは異性とあまり関わらないまま社会に出ていくことへの不安とかってないですか。6年間話しないっていうのはこう、まあ、女性に対する免疫がないんで。久々に聞いた免疫って言うような免疫って。あここの学校に入学した時も、うん、自分はうまいこと適応できたんで、まあ、次もどうにかなるやろうって。そういうことか。まあ、僕みたいな
あんまりコミュニケーション能力高くない人でも仲良くなれるんで、やっぱり男子校は残しといてほしいですね。そっか。最後は私もお世話になった校長先生、男子校の存在意義教えてください。結構コル校がうちは特に多くてですね、あまり他のことしないけど天文はもう大好きだとか、もう鉄道だけとか、そんな感じの子たちがね、うん、もう みなりでもあんまり考えずに一生懸命まあやってるわけですけど男子校の良さを感じ、そこで伸び伸びと学校施策を作りたいということのためには、うん、やっぱり男子校を残しとくべきだと思いますから、もう変える予定はないですね。男子校だからこそのエピソードを今一個思い出したんですけど、先生とのエピソードで、しかも、はい、もう先生多分覚えてらっしゃらないと思うんですけど、九州で阿蘇山に登って、覚えてます？覚えてますよ。阿蘇山の上で霧がかかっててめっちゃ寒いんですけど、大寒坊とかですね、上脱いで友達笑かしたいから、ほんなら先生がこういうの僕好きだよって言ってくれたんです最高の校長だなと思いましたまあ伸び伸びしてるっていう人の一つの例かもしれませんね。大丈夫ですか今の話、はい、大丈夫ですよ